どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうと。はい、ナノシンゴです。しょっぱいの大好き、板橋光太と申します。はい、よろしくお願いします。はい、しょっぱ辛いと。しょっぱ辛いで有名なですね。辛い、はい、池袋の東口から徒歩ちょっと歩いて3分ぐらいのところにありますよ、桑原さんにやってまいりました。桑原ですよと。見てください、これ、はい、ほら、わ、塩マーク。もうここにどでかくお塩と。そしてこちらですね。はい、1麺が硬い。硬い。2スープが小規模。はいはい。店が狭い。あれ、何より店が汚い。夏暑い、冬寒い、店主の顔が全然的に薄い。はい、散々なこのあれですけども、はい、はい、とってもね、まあ、美味しいらしいので、はい、楽しみですね。はい、とっても楽しみです。今日はちょっと違った辛いを、はい、堪能したいかな。もうね、ジョニーさんもね、激辛の人多いんで、はい、これから激ショッパー、激ショッパージョニーで。なんか一番人気が塩玉そばって書いてありましたけれども、お願いします。塩玉そばで、はい、はい、いっぱいサインありますね。ね、これは向きなんだ。あ、すずるさん。あ、すずるって、あら、まあ、あ、すずるさんが、あ、来ましたかね。あー、来ましたね。いただきます。いただきます。桑原さんの塩玉そばさん。うわ、見てこのスープ、芳醇な。うわ、芳醇と。何この、透き通った、この、こんな透き通ったスープ。そうですか。そうです。うわ、いただきました。おいしい。あー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 、確かにこの、あ、しょっぱいですけど、普通塩ってこう、うわ、しょっぱ辛いってなんですけど、はい、こすーん、しょっぱい、すーん。いただきます。ねー、どこだっけ。あー、言ってる意味がわかりました。ですよね。そうですね、確かにしょっぱい。しょっぱい、だいぶ塩分濃度が。じゃあ、麺をすすっていただいて。はい、行きます。はい、お願いします。豪快にいった。そして、おお、めっちゃ麺がシコシコ。変態だな、おいと。おいしい。つるしこですよ、それは。あら、まあ、綺麗なすすり、おちょぼ口と。あら、まあ、ジュルタン。おいしい。かわいいな、おいと。そんなキャラなのか。お前のキャラが崩壊してるぞと。おいしい。これね、なんかね、はい、ちゃんとね、鶏の出汁かな、はい、鶏の出汁なんですか。鶏塩。美味しい。塩加減どうですか。え、全然ちょうどいいんですけど、めっちゃ美味しいです。大丈夫ですか。やばいっす。うん、もうファンになっちゃった。また来ていいですか。うん、あと、マスターのファンになりました。撮影がてらちょっとマスターが口説かれてます。見てください、この大きなチャーシュー。あら、ま、すごい。来ました、チャーシュー。うん、お、うん、豪快にた。うん、うん、ぶっとび、ぶっとび、美味しい。もう頭がぶっ飛ぶほどのこのチャーシューの旨味が、肉汁が溢れ出てるといった感じでしょうか。ワンタンもこれ結構人気があるみたいで、ワンタンそばはこれお店で人気何発。やっぱり来た。うん、お、うん、お、いただきました。それうまい。美味しい、美味しい、美味しい。ジョニーさんも。天ばかりの。ああ、身がとろけるほどとろとろに煮込まれてると。スープがしょっぱい分、ワンタンの中の肉の方が、うんうん、甘みを感じます。このチャーシューも結構大きいですよね、普通の店と比べたら。うん、ねえ、このまま生姜焼きですで。ご飯のおかずに。ああ、うん、生姜焼き弁当。うん、うん、かマジで本当に嘘嵐とか。マジっすか。うん、これ絶対ゆず胡椒合いますよ。鬼に絡む。うん、お、うん、お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 、これやばいっすから、マジで。これやばいっすか。めっちゃ美味しい。うん、あ、これいいな。塩とゆず合うわ。チャーシューどうですか、ゆずの。どうぞ。ありがとうございます。
あー来たー、コンピューター短い場合のこの相性の良いからですね。フュージョンしましょう。ずっと分厚いですよ。これハマるわ、美味しい、うん、ありがとうございます。また絶対来る。本当に来る、美味しい、大絶賛しております。これハマります、美味しい。あ、本当だ、はい、激辛ジョニーしよう。あ、確かになんかね、あれ、あ、ちょっと湯気きたけど、あれ、イカの結構しょっぱい、なんだ、あ、あれ、実は僕、うん、悪いことしちゃいました。何したんだ。ゲット、主役のジョニーさんだけちょっとしょっぱくして釣っちゃいました。おやる。そういう塩ドッキリですか。そう、塩ドッキリ。あ、やっぱりこの微妙な確かになんか同じ、あれ結構しょっぱいのにそんなにしょっぱくないって言ってたんで。ちなみになしょっぱしょっぱいですね。やたらとしょっぱいと思ったらしょっぱ増ししてましたね。しょっぱから、おいしい。ああ、こっちも飲んで。しょっぱ。ああ、やっぱこれぐらいがちょうどですね。やっぱりわかりました。ほどほどが一番と。はい急に子供になったよ。あ、モンゴルなんや。モンゴルなんですね。浄化にもなりますね。浄化、浄化、ね、岩塩で食べるんだよ。うん、ありがとうございました。お、お、行ったんですね。モンゴルの草原が見えます今。お、お、お、すごい、完食しました。じゃあジミーさん、はい、あのスープ完食したから、あの、あんまりしたくないけど、ティスタあげる。何やってんすか。あの、スープ完食だから、ティスタあげる。あげるっておかしいですよ。したいんじゃないですか。したいですよ。想像以上の10倍、うまかったです。うまかったです。なんか、最初僕聞いた時、ただただしょっぱいのかなみたいな、こう、しょっぱい、しょっぱいだけが勝つかなと思ったら、しっかりこのしょっぱいの中にこう旨味のある、うんうん、で聞いたらね、モンゴルの岩塩を使っていると、まあ、それこれだけうまいわと。あれ、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 最後に残しておこうかなと思って。あ、なるほど、素晴らしい。はい、ダダスカスカスカ、ダダスカスカスカ、ダダスカスカスカ、シオチュウニュー、ダダスカスカスカ、ダダスカスカスカ、ダダスカスカスカ、シオチュウニュー、ダダスカスカスカ、ダダスカスカ。おお、皆様、綺麗に完食しました。ごちそうさまでした。今回出演していただいた星野さんのチャンネル、お祝いチャンネルと、あと、こうたくんのツイッターですね、概要欄に貼り付けてますので、はい、チェックしてねと。もしこの動画がいければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さんもぜひ、桑原に遊びに来てください。桑原、桑原、どうもありがとうございました。塩中入り。